皆さんおはようございます、今日は筑波サーキットテイストオブ筑波の神楽月ステージからバトルレイヤーズの舞台にやってきております。そこで見つけたこのマシンは物々しいね、この物々しいヘッドライト。しかしマシン自体もだいぶ古い雰囲気がします。これはドラムブレーキか。これはこんなマシン一体何年代なんだろうなって思うとですね、オーナーさんから結構これはですね珍しい車両であることをですね聞いております。ということでオーナーさんに来ていただきたいと思います。オーナーさんどうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。前にノートン、はい、ノートンロータリーで語っていただいた、はい、お宅のお名前を。千葉県の、堀江と申しますね。堀江さんはね、前回ノートンロータリーですごい人気だったんですよ。はい、ありがとうございます。珍しい。まあ似たような感じでこいつもあんまりいないとは思うんですけれども、両方とも数が少ないです。はい。数少なすぎですよ。だいたい世界に1、2台みたいなのが飛んでくるんで。このマシンも本当に数が少ない。そうですね。前後ドラムブレーキの年式は同じやつがあと1台見たことがあるくらいですね。これねまたちょっと60秒で一通りちょっと語っていただきたいんですが、はい、語りきれますかね。ああどうだろうな。一応言ってみますか。あ、はい、説明しよう。バトルレイヤーズとはつまりレイヤーズマシンのフォークバトルである。自慢のマシンについて60秒で語り尽くせ。審査は視聴回数をベースに MSTV 指導審で決定。見事私立チャンピオンに輝いたレイヤーズには上部旅行をはじめ豪華賞品が贈られるぞ。それでは早速いってみよう。バトルレイヤーズレディーゴー。はい、そうですね。これは、この当時の写真がとても、憧れてて、はい、同じようなものを、なんとか探そうとして、これはイギリスで見つけたんですけれども、これ当時の写真っていつ？71年のボルドールです。ボルドール、これ実際のレースのシーン。あー、そうです。で両方ともワークスライダーで、今ここに貼ってある、なんだっけ、ブレッドオーニーさんと、はい、あとこっちはチームガリーナのガリーナさんです。ロベルトガリーナです。今2人が、これに乗って、確かこの時は2位かなんかだったんですけど、まあ、70年代の耐久レースでなんか大体、ホンダの RCB が出てくるまではずっと結構連勝してたんですよ。でそれが憧れてて、同じものを、作りたいというので。あいやホンダの CB 勢が世界で活躍する前はどこブランドでしたっけ。これラベルダです。ラベルダ、はい、ラベルダ、はい、ホンダの4気筒勢とかが活躍する前、はい、CB の何でしたっけそれは。RCB ですね。 RCB が出てくる前、1970から71、2年にかけてです。60年代はちょっと過ぎたあたり。はい。で RCB は74、5年ぐらいから出てきたんですかね。そこからはやっぱり日本のマシンがものすごい速い、はい、もう全くかなわなくなりました。まあ走ってみて分かるんですけど、ストレートであっさり抜かれますね。でもその前まではこのラベルダっていうメーカー頑張ってたんですね。頑張ってましたね。あとはこれの他に3気筒とあと V6 のレーサーもあったんですよ。ラベルダに。あ、はい、6気筒あった。あ、はい、V6、マセラティのエンジンを積んだ V6 で、それは、まあ、やっぱり ルマンにだけ出たんで1回だけ出たんですけど、ストレートだけは速いんですけど重すぎて曲がれないって。それでもじゃあ V6 のレーサーって欲しいですね。あ、欲しいですね。あ、1回話が来たんですけど、あまりの高さに、やめました。話来るんですか。そういう、はい、V6 の当時のレースあるぞ。あ、はい、イタリアから話が来たんですけど、その時で1000万超えとかっていう話でね、もうちょっと簡単には買えないという。話が来るだけでもすごい。
そういうマシンあるけどいるかみたいな。あ、そうですよ、ね、まあ欲しいんですけどね、うん、あれはすごい音なんで音、ね、V6 のそんなリングレーサーって他にないんじゃないですか、 V6 は。そうですね、でもっと古いやつだと、元口が V8 を出したんですよ、まあ、50年代とか、1950年代に V8 がリングがあったの、はい、あったんですよ元口、欲しいですね、欲しいですねもうね、もう今はた、多気筒はダメになっちゃってますよね、4気筒までで抑えられちゃってるから、はい、なんか変わったのが出ないんですけど、まあそういうのがあっても面白いですよね。じゃあ4気筒勢が出る前はこのラベルダの何が早かったんですかね。とにかく壊れないんですよこれ、壊れない、耐久性が、丈夫でそこそこ速いというのがメリットですね。でエンジンの形を見てもらえば分かるんですけど、実は CB72 とかの拡大コピーなんですよ。はあ、じゃあその前に活躍していたホンダのマシンのエンジンを、はい、そうです、ある程度レイアウトしてる、ね、60年代にアメリカでホンダのその辺のバイクが売れ始めた時に、ラベルダが、アメリカに売り込もうとした時に倍の排気量のエンジンを乗せたやつを作ってくれっていう要望があって、それでそのままコピーしちまったっていうすげえ作りなんですよその当時まだ日本車では、CB7 版が出た当時だったんですけど、まだレーサーにはなってなかったんですね、はい、もうね、もうどんどんいっちゃいましょう。あー、はい、レーサーではなかったんでまだ活躍してなかった、うん、その隙をついて、まあ、7版で2気筒で、耐久性があるっていうバイクで、まあ、そこそこ活躍したという。世界耐久選手権といえば、まあ、ルマンとか。そうですね、ボルドール、ルマン、オスとか、その辺 の、 まあ、ヨーロッパが中心なんですけどね、はい、で70年71年に、まあ、ほとんど、まあ、この辺のこの2人のワークスライダーで制覇したんですよ、はい、1位2位を独占してる感じで。独占のマシンがあったんですね、はい、ラベルダでね、そこには丈夫さ、耐久で勝ち得る丈夫さ、はい、何が丈夫なんですかね。あ、まあ、CB のコピーということで、実はこれ縦割れのクランクなんですよ、はい、で、まあ、あと2気筒なのに4ベアリング支持なんですよ、はいはい、なんでね、もう なんていうんだろう、とにかく、クランクが丈夫、で4ベアリング支持っていうのは、それホンダも当時そうだった、だと思いますね。じゃあそういうホンダの良さも、全部技術的にはちゃんと、ね、はい、作れちゃった、はい、それが良かった。そうですね、あとはまあどうだろう、車体構成的には全く違うんですけど、はい、例えばこの年代でノートンのコマンドとかはラバーマウントにして振動を分散してたんですけど、はい、こいつはね、人にみんな負担を強いるような設計なんですよ。なんで人がコンタクトをするところがむちゃくちゃラバーが厚いです。すっごい振動ですすごい振動今日走ってて同じ振動を味わってるんですか。ああそうです。ああはい、あで例えばスタンドをかけてアクセルをひねるとなんかトコトコ人形みたいに走ってっちゃいます。あ、だだだだすっごいです。それはねちょっと後で見たいな。ああいやまあなんですかね、まあ、これに乗ってた当時の人たちは超人的な体力だと思いますね。これでもこのポスター見るとこれあれですね、スターですね。そうですね、俳優さんみたいですね、これね。あ、もうむちゃくちゃ憧れますよねそんなでもその憧れを、胸に秘めて、はい、今日また筑波を走って。そうですね、どうでした。あ、お客さんが普段、まあ、そこそこサーキットは走るんですけどこんなに人がいることはないんで楽しいですねいいですよね。当時のまるでゴルドールの思い、はい、そこまではいないんですけどでもやっぱりこうやってね、当時世界で、ね、活躍してチャンピオンを取っていった、そしてホンダとの戦いとかを胸に秘めながら気持ちよく1コーナー、はいはい、でもいいペースで走ってますね。これでもやっぱり走るこれすごい大変だと思います。あ、大変です。このブレーキ止まるんですか。あ、止まらないです。ブレーキがね超人的な握力がいります。まあ、前では止まれないので、まあ、後ろをメインで止まってるんですけど、やっぱり、いや
なので調子に乗ると突っ込みます、ね、ええいや前輪ドラムブレーキのレーサーなんてって思うけどやっぱ当時はそうだったんです、ね、ああこれで当時のレーサーはチェリアーニのフォーリーディングのドラムなんですけど、はい、それをつけないであの市販されたやつはラベルラー製のツーリーディングなんですよ片面なんですよなんでねこんなクソでかいんですけど、はい、止まらないですどうしようもないくらい止まらないですでもそこが可愛いですねこれねあないんでしょだってこれがまあまあなんでチェリアーニは今探してますもうあのホイールはこれ用のやつを作ってリムあのスポークも用意してあるんですけどドラムブレーキ本体がなかなか手に入らなくてまたそれ見つけてくる止まらなくてもいいからとりあえずそれを見つけてくるああそうですねいやでもそれつけたいです、いやそれがブレーキが効かないやつでサーキット走るのはとっても怖いですいやいやでもね当時の思いとこの後ねライトの雰囲気がねあ、はい、当時の耐久レーサーそうですねこれも、ね、ブラケットも、ね、ライトもねやっとで手に入れたんですよあのマーシャルのライトなんですけど、なんだろうもうこんなの絶版でねなかなか手に入らなくてで、まあ、ドイツでブラケットは見つけて、はい、ライトはなんかよく旧車のファンとかが日本で持ってるんですけどそれを手に入れてその取り付け方が当時のラバーマウントです取り付け方をちゃんとやってますね、はい はい、あとカウルももともとは丸いヘッドライトがついてるんで穴が開いてるんですけど、まあ、あのもうこのカウルは特注でイタリアで作ってもらいましたイタリアで作ってもらいましたヘッドライト穴のないやつをそうですね、はい、あとはどうだろうなこれはね、これさんね後でもう一回聞きに行きますああはい後で僕が聞きます。あの細かいところがすごすぎて、まあ後で聞きに行きます。あ、はい、どうも。あのとりあえず午後の走行ゆっくり走ってください。あ、はい、ありがとうございます。決してあの1コーナーまっすぐ行かないように楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。今回のレイヤーズもなかなかの強者だった。ビビッときた人はいいねを押してコメントをシェアして、このレイヤーズを応援してくれ。これからも競合たちがガンガンエントリーしてくるのでお楽しみに。公開収録も予定しているので、我こそはというレイヤーズは詳細欄をチェック。それではまた次回バトルレイヤーズのリングでお会いいたしましょう。